はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。昨日、えー、僕のピーナッツですね、まあ、ちょっと病院に行って、えー、自分パニックになりながら、えー、と動画を、えー、撮ったわけなんですけれども、えー、今日はですね、えーまあ、僕のそのピーナッツの,、えー、の現状ですね、それと、まあ、今までのこのやりとりですね。 まあ、病院とのやりとり。まあ、ちょっと人間と犬ですね。まあ、それ、まあ、全然違いますし、えっと、まあ、そういった状況もあるんですけれども、まあ、誰かの役、お役に立てればな、という思いで、え、動画を撮っています。え、まずですね、まあ、ピーナッツの現状を言いますと、今現在は、なんか、容態が安定しているっていうことなんですよね。え、まあ、昨日、え、まあ、動画見ていらっしゃらない方ですね。まあ、夜に、え、まあ、ピーナッツの顔面が、えっと、もう、完全に、なんか、その動物に、 ま、噛まれたんですよね。ま、庭で。ま、暗くてよくわからなかったんですけれども、ま、噛まれたんですよ。ま、自分はもう結構もうパニックになってまして、で、その時にですね、ま、自分が撮った行動は、ま、とりあえず、ま、顔を拭いて、ま、緊急病院ですね。犬の緊急病院、ま、探したらあったんですよ。すぐ病院に連れて行ったわけです。で、ま、その連れて行って、ま、ピーナッツすぐ預けて、で、あの駐車場で動画を預けてから、ま、動画と、今一本すぐ撮ったんですよね。 で、まあ、そこからですね、ま、いろいろやりとりがあったんですよ。で、やっぱりこの国結構、まあ、日本もかもしれないですけれども、やっぱお金ですね、お金。うん、まあ、そのやりとりがですね、まあ、結構あったんですよね。あの、動画撮り終わってから、ま、3回ぐらい、あの、まあ、 病院から電話があったんですよね。まず、その家、あの、犬のオーナーさんっていうのは病院に、今、大体、まあアメリカ、ロサンゼルスですと、まあ、あの、治療している間、えっと、ね、犬預けて、そして、まあ車の中で待つっていうパターンが多いんですよね。まあコロナの影響であんまり密着しませんで置きましょうみたいな感じになってるものですから。でですね、まあ行ったらですね、まあその時点では、まあ値段的にはまあ100ドルぐらいですねっていうことだったんですよ。でもやっぱりその都度電話がかかってくるんですよね。 で、えー、どうしますえっと、傷が深いですよ。うん。で、もう結構深く、えー、見ないとダメかもしれませんね、みたいな感じのこと言ってて。で、まあ、麻酔とかもしないといけないですしっていう、まあ、一つずつ連絡が来るんですよ。で、連絡が来て、で、 麻酔するのであれば、また、100ドル、200ドル、えー、1、1万円、2万円っていう感じで、えー、まあ、上がっていくんですよね。そ、それ、お金ありますかちゃんとっていうのを結構明確にする、あの、して、あの、ありますかっていうのを結構聞くんですよ、ね。しっかりと。で、いうのは、まあ、そのアメリカって払えない人が、まあ、それ、まあ、犬でもそうですけれども、まあ、その人間でも多いわけなんですよ。 で、いや、もう見てくださいと。ね。その100ドル、200ドルのことでっていう、もう僕、もうちょっとダメージどれぐらいか分かりません。分からないですから。で、一応麻酔して見ていくと、あ、傷が結構深いですね、ということなんです。で、傷口に、まあその、バイキンとかですね。えー、それとか、まあ骨とかですね。まあそういったの、まあ全部影響していないか、えー、チェックする、した方がいいですっていうことなんですよね。 まあそういうのも一回ずつ電話がかかってくるんですよ。で、そうすると、え、また100ドルとか200ドル、え、上がりますけど、お金ありますかっていうのを、それも大丈夫ですかっていうのを聞,か聞くんですよ。で、で、まあ聞いて、いや大丈夫ですと。えっ、ー、と、まあその時点で結局600ドルぐらいまで行ったのかな ?6 万円ぐらい、うん。で、でですね。 で、まあ全部しようとすると、何時になるかわからないと、もしかしたら症状は重いかもしれません、しれないし、っていうことで電話で行って、で、一旦帰ってくださいって言われて、えっと、まぁ、あ、っまあ、帰ったんですよね。まああとは電話で言いますからと。で、まあ僕自身もその病院にですね、 まあ普段あんまりこういったこと言わないんですけど、僕あんまりその動画でも言ってたようでお金あんまり使わない方ですよね。まあそんな僕がですね、まあお金はもうね、もう、まあとりあえず用意できるから、もう全部やってくださいと、もう徹底的に見てくださいっていうことをまあ言って、まあ病院から離れてるんですよね。うん。で、じゃああの、まあ終わったら連絡するっていうことで、えー、まあ連絡って、まあ昨日の夜12時ぐらいかな。なんかそれぐらいに電話があったんですよ。電話があって、まあドキドキしながら、 電話取ったわけなんですよ。ま、病院からだと思って。そしたらですね、え、ま、一応、え、ま、病気とか、そういう、ま、感染というか、あの、なんか、その、バイキンとかは全く入ってないと。そして、え、縫うことも、ま、なんか、スティッチとか言ってたんで、ま、縫って、縫ったんですよね。なんか、7針ぐらい縫ったのかなま、今は、ま、その、ま、安静にしてると。うん、ま、麻酔かけて、ま、寝てると。で、このまま行けば、ま、多分、元通りの顔に、ま、だいぶ戻るみたいなことを言われまして、それって、 元通りの顔にだいぶ戻れて、えっと、だいぶやっぱ傷ついてたんだなと思って、もうまたなんかドキドキってまたパニックみたいに、なんかちょっと一瞬なったっていうか、その暗くて本当に見えなかったんですよね、昨日も夜遅くて。 うん、で、まあ、とりあえず戻るって聞いて、まあ、とりあえずほっとして、で、まあ、安静にしてれば、まあ、昔みたいに、えっと、まあ、走ったりとかですね、まあ、昨日も一応走って歩いたりをしてたんですけれども、まあ、できるっていうことがあったわけです。うん、で、またそこでですね、どうします夜12時ぐらいですけれども、今、鳥に犬来ますかって言われたんですよ。で、もし鳥に来ない、来れば、 えっと、なんか600ドルぐらいで済むと。約6万円ぐらいで済むと。で、取りに来ないのであれば次の日の朝ということで。そうするとなんか400ドルぐらい、4万円ぐらいアップするんですよね。それだけで。で、で、僕としては、いや、取れる、取りに行きたい、あの、ピーナッツをもうピックアップしたい。 ね、一秒でも早くピックアップしたいですけれども、早くすればいいもので、ね、早くピックアップすればいいものかという、そういう問題もあるんじゃないかなと思って、いや、あの、いや、もし置いといたらどうなるんですかって聞いたら、いや、置いとくに越したことはないと。安静。まあ、こちらであればなんか点滴とかも売ってくれるのかなまあ、動かさないように、ね、その病院であればそういうことしっかりできるからということで、置いておくに次の朝ピックアップしてもらうに越したことはないって言われたんですよ。 で、ま、そう、そうやってプロがおっしゃるわけですから、ま、僕もそうい、それで、ま、今これ、ま、そんで、ま、それが昨日の夜でして、今これちょっとピックアップする前なんですよね。はい。ま、そういったやりとりがあったわけです。ま、ですんで、ま、合計で、ま、ね、1000ドルかなま、10万円ぐらいは多分行くんだろうなという、え、そういった感じです。ま、あと、ま、ちょっとここでお話ししたいのが、ま、その人間であってもこのアメリカって、ま、 日本だと、まあ、犬とか猫はさすがにお金結構日本でもかかると思うんですけれども、アメ、日本ってね、例えば人が倒れたりとか、外で、ね、まあ、救急車とかパーッと来て、まあ、今でも無料だと思うんですけれども、アメリカってこの医療めちゃくちゃ、えっと、もう本当に重要で、払えないっていう人が本当に多いんですよ。で、それで破産しちゃうとか。うん。ほんで、まあ、例えば僕のアメリカ人の友達なんかも、いや、救急車にはもう絶対乗りたくないみたいな子、友達もいるんですよね。うん。 なんでかというと、まあね、その、走った走行距離とか、ね、その救急車内での治療時間とかによっても、まあ変わってくるんでしょうけれども、まあ、えー、まあ、それで数十万円とかすぐ行っちゃうわけなんですよ。ね、その、やっぱ普段ね、そうやって現金持ってない、持ってる人、やっぱなかなか、ね、持ってる持ってないで、持ってない人もいると思うんですよね。で、まあ僕の友達なんかも、いや、救急車には絶対乗らないとかですね、中にはこういった友達もいて、救急車呼ばなければいけなかったけれども、ね、 まあ一応電話したらね、あの、なんかしっかり、あなたお金ありますかってめちゃくちゃ結構聞かれるっていうか、そういう風な状況だった友達もなんか痛みいるんでいて、でね、お金ないのなら、えっと、行きませんとかですね。うん、まあ、そこを結構確認するみたいなんですよね。まあ、そ、まあ、ケースバイケースでしょうけれども、ケースバイケースでしょうけれども、まあ、そういった状況なわけです。はい。まあ、でして、まあ、アメリカはこういった、まあ、まあ、まあ、犬とか猫は日本でも高いと思いますけれども、まあ、こういった現状でした。 はい。で、まあ、一つ良かったのは、そのお医者さん曰く、早くですね、傷ができ、まあ、あそういう、ま、あ噛まれたと。で、すぐに病院行ったっていうことが、もう何よりもの、えー、もう、なんていうか、良かった最大のことっていうことは言われたんですよ。それなんでかというと、なんか傷が、なんかその開いた時っていうのは、なんかフレッシュっていうか、なんかかなり治療、治療しやすいんですよね。やっぱり、こういうのってすぐ行かないと、 え、ダメだなと思ったわけなんです。まあ、昨日の夜なんか、まあ、病院全部閉まってると本当に思ってたんですけども、調べたらそういった緊急病院があったものですから。うん。まあ、しっかりですね。まあ、もし遅かったら大変なこと、まあ、今も大変な状況ではあると思うんですけれども、まあ、もっと大変なことになって治療しにくいような、そういった状況だったかもしれませんし、まあ、やっぱこういうのは早いに越したことはない。 と思ったわけです。んで、僕もちょっと改めてですね、いや、お金とか、まあ、主婦からやっぱりしっかり作っておかないと、ね、もう何があるかわかりませんから、うん。まあ、そういうふうに、えっと、まあ、ちょっと思った感じです。はい、まあですね、まあ、今回、まあ、そういったのをね、まあ、自然ではなく、自然に起こったというよりは、そういった動物がね、まあ、来たっていう、まあ、そういった状況なんですけれども、はい、え、まあ、 まあそういったことで、まあ皆さんも、まあ気をつけられる分は気をつけてね、まあいつね、襲ってくるかもわかりませんし、うん、まあそういった状況です。昨日夜こういうことがあって、今次の日の朝になるんですけれども、でね、朝9時に、ちょっともう一回電話してくださいって病院から言われているものですから、またそこで状況とかが変わってるかもしれませんし、わかりませんけれども、で今もうちょっとしたら9時になるんで、電話しようと思っている感じです。はい、まあ無事にですね、 ね、もうな、な、もう安静にしてればいいですよって、それだけ言われてれば、言われればいいんですけれども、うん、まああの、まあほ昨日はちょっとパニックになってました。はい、後でちょっと動画自分で見てもですね、まあ結構パニックになっているなって、えー、ちょっとお恥ずかしい感じでした。はい、まあ今日は以上です。はい、またですね、まあ動画、えっと、ピーナッツと一緒に撮れればいいんですけれども、ね、もう早く良くなってくれればいいなと、え、思っている感じです。はい、ではですね、えっと今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。